3分中で、これ、やばくない？インタライも減っとるわ、でも減っとるって言うん、これあっこ見て、ほら、あっこあ、ほんまじゃね、これがね、うん、まるで原型をとどめない、想像しえないような状況になってしまっています。大量の土砂が流れ出て車が埋まってしまっています。これは家のガレージだったんでしょうか。その上に軽自動車の後方部分、また乗用車の前方部分はもうすっかり泥水に浸かってしまっている状態です。またその隣はもう車の屋根部分まで水が浸かってしまっています。ここは川ではありません、ここは川ではありません。元は住居があった場所と思われますが、大量の茶色く濁った水が勢いよく流れ出ています。ここは矢野駅の上空でしょうか。ここは水尻駅ですね。水尻の駅、線路を土砂が乗り越え隣を通る道に流れ込み、車が数台立ち往生、取り残された状態になっています。あ、そしてもう土砂で車のボンネットからガラスの部分、フロントガラスの半分近く土砂で埋まっています。バイクや車、トラックなど土砂に埋もれたまま、今住人の方が一人だけ歩いている様子も見て取れますが、ものすごい勢いで上流から泥水が流れ込んできたことが分かります。車が取り残された状態、中に人はいない模様ですが、車のボンネットは覆われ、フロントガラスの半分近くまで土砂で埋まっている車も多くあります。そして線路を歩きながらその様子を確認する人の姿もあります。そして道路が通れないということで、線路を歩きながら避難している人でしょうか、状況を確認している人の姿があります。上流から流れ出た土砂によって電柱は斜めに折れ曲がっています。そしてその下流に土砂が流れ出て、元は家屋でしょうか、それとも倉庫があったんでしょうか、すべて大きな木で覆われてしまっています。どん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 下流を下っていくと、ところどころで護岸が壊れて土砂に飲み込まれて、そしてそこから水が溢れ出し住居に流れ込んで様子が分かります。車で帰ろうとされていたんでしょうか、本来はここにおそらく道があったんだと思われますが、車も動けなくなり止まってしまったり、または横転してしまっている状況があります。上空から見ると広域にわたって
泥水が流れ込んだ様子が一目で見てわかります。そしてこれは元は神社にあったんでしょうか。竹にかけられた旗も流れ出て大量に上流の方から押し寄せる水によってさらされている状態です。郵便ポストでしょうか。左側に見える赤いものもかろうじて上半分が見えていると。そして道路を勢いよく流れ出る水、そこを横断している消防隊の姿、自衛隊の姿があります。ロープを道路標識に縛り付け、スコップを手渡しで対岸に運んでいる消防隊員、救助隊員の姿があります。元は道路だった場所、おそらく隣に川が流れていたと思われますが、その川が氾濫し道路を通っていた車を飲み込むようにして、現状ここで車が止まったものと思われます。折り重なるようにして何台も止まっています。多くの車が潰れて重なっています。こちらは県道34号なんですが、今もたくさんの水が流れ濁流となっています。また奥も車が潰れて止まっています。こちらでも土砂崩れが起きまして、麓にある住宅を襲いました。広い範囲で土砂で覆われています。1階部分が完全に埋まってしまった家、周りには瓦礫が散乱しています。今この砂に埋もれているもの、これ塀の上の部分ですよね。上の部分だけがかろうじて頭を出しています。おそらく1メーターぐらい、つまり埋まっているということだと思うんですね。こちら見てください。これ車ですよね。車も屋根の部分だけがかろうじて頭を出しています。やっぱりこの下に1メーター以上は砂が詰まっている、積もっているものと思われます。